張キランは、中華民国のジャーナリスト、革命家、政治家。名は、師匠だが、字のキランの方が著名である。新聞、大広報の論説を担当した編集者、記者として知られる。祖籍は当初、先生小水特集魔やブラケン、後に祖父が、軍に加わって移住した先の同将に入れ早し府、二れ早し県が原石となった。出身地は、 紳士となった祖父の人間地である、三島省。13歳の時に逃げ林に戻り、学者の龍谷の下で学ぶ。幼い頃から超希蘭はその文在を周囲に高く評価されていた。1903年、三原高等学堂に進学し、海人が同学となる。1905年、日本に留学し、敬意学堂を経て、東京第一高等学校に入学、政治。 経済を学んだ。また、この時に、小正幸と知り合い、さらに、中国同盟会にも加入した。合わせて雑誌、夏声を創刊し、革命派の宣伝に努めている。1908年に帰国して、冠中学堂で教鞭を取り、1910年には、海人の招聘に応じて、上海で民立法の編集、記者となった。1912年1月に、 中華民国臨時政府が南京に成立すると、張希蘭は孫文により、総統府秘書に起用され、文書立案を担当した。孫文が臨時大総統から退くと、張は北京に移り、京神民立法を立ち上げて、その総編集となり、上海の民立法と連携している。1913年3月、総教人が暗殺されると、 蝶は遠征外をその主犯として求断する論評を掲げたため当局に逮捕されてしまう。3ヶ月後に釈放されると蝶希蘭は上海に移り座し画言を創刊した。さらに小松幸と協力して大共和法を創刊し蝶は国際版の主編として国際問題への論評を執筆した。合わせて上海中国工学で教授となり、 西洋史を開校している。同年秋、高校支持派が結成した王子研究会に加入した。1915年には民進日報も創刊し、ここで園生前の皇帝即位を非難する論評を次々と発表し、世論に働きかけている。翌年6月に園が死去したことに伴い、町は民進日報を北京の中華新報に九州合併させ、また、 上海、新聞法の中北京記者も兼任した。1918年9月、中華新報を含む北京各市は、段気釣の西原釈官について批判的記事を一斉に掲載した。これに起こった段は、北京各市を次々と強制閉鎖させ、さらに、長希乱は逮捕されてしまっている。間もなく釈放されると、超は上海に中華新報を移して、 活動を続けたが、資金難から1924年に廃刊に追い込まれた。同年8月、超期良は小政幸、ご提唱と共に再起を図り、上海で国劇集法を創刊した。三人はさらに、1925年11月をもって、事実上休眠状態にあった大広報の再建にも乗り出している。翌1926年9月、 大広報開祖とともに、蝶が総編集権副経理に就任して、論説の多くを担当した。三人の活動により、国劇集法、大広報は国内で高い評価を得、売り上げも大きく伸びている。満州事変前後に、抗日の世論が高まってくると、長期蘭、小正幸は、大広報において、科学嗅国、実業嗅国のスローガンを掲げる。 この姿勢については、当初は、小介石へのおもねりや、決定的な抗日の回避とみられ、世論からの評価は高くなく、さらに爆弾テロにまで会うほどであった。しかし実態としては、大広報は、河北における農村の困窮実態などを着実に、報道するなど、抗日世論形成への貢献は小さなものではなかった。さらに、日本側の圧力に直面することで、長も子も、 日本への反感を高め、次第に積極的な抗日論人を張るようになっていく。1936年4月、河北への日本軍の圧力が高まってきたため、超希乱、小正幸は上海へ大広報と国劇集報を移転させた。翌1937年11月、上海が日本軍によって陥落させられると、子は香港へ、 朝は武漢へそれぞれ拠点を移して活動を継続した。武漢が陥落すると朝はさらに重慶へ逃れ、重慶大広報を観光している。また、蝶希乱は国民賛成会賛成員にもなった。朝は国家中心論を唱えて小解析を積極的に支持し、中国共産党や八祖事軍に対しては反対、非難を示している。 1941年9月6日、重慶にて、肺病のため病没。去年54。ありがとうございます。